こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日米関係は以前より強固なものとなっています。尖閣問題でも米国は日本への協力体制を取るとの意思表示しています。日本にすれば、世界最大の軍事大国がバックにいることで、その抑止力効果は最大化されます。尖閣近くの沖縄米軍基地では、今までも、これからも重要な位置に、基地がある。だが、近年、米軍の整備不手際など問題も起きている。では、何が、問題なのか、沖縄の現状を話していきます。アメリカ軍基地が集中する沖縄では、そこに基地が存在することによる事故や事件等の少なからぬ不祥事が発生しているが、2020年8月には4月に、発生した有害物質の流出の呆れた原因が報じられた。これは、普天間基地から周辺の住宅街におよそ14万リットルもの有害物質を含む消火剤が流出した事故だが、アメリカ軍の調査では格納庫内でバーベキューを行ったことで消火設備が作動したためだという。もちろん、格納庫でのバーベキューなど、アメリカ軍として公に認めた催しではないと思われるが、消火設備が作動したことを考えれば、かなりの火力、煙を発生させていたのだと思われる。さらに、14万リットルもの量が流出することになったのは、作動した消火設備の停止方法を居合わせた基地の人員の誰も把握していなかったためとされており、緊急時対応のあり方にも不安を覗かせる。そもそも消火剤とはいえ、有害物質を含んでいるとは、人体にどれほどの影響があるのか、報道等を聞く限りでは判断はつかず、問題の本質がどこにあるのか、非常に不透明な印象を拭えない。ただ、普天間基地が、市街地に極めて近い危険性をはらんだ立地であることに、疑いの余地はないにもかかわらず、辺野古への移転を含む移転先の問題は、政治的に膠着したままの状態とも言える。2020年8月には、アメリカ海兵隊所属の F-35B ライトニング2戦闘機が普天間基地から飛び立ち、周辺の保育園や小学校などではおよそ110デシベルを超える騒音が確認されたとの報道もあった。普天間基地が立地的に危険な基地であることは確かなのだが、かつてオスプレイが日本に配備されるときに、ことさら事故を多発させている。危険な欠陥機のように報じられたことも、彷彿とさせた。今回の F-35B ライトニング2戦闘機の報道では、その騒音が子供たちの通う保育園や小学校に著しい害を与える、機体であるかのようにも感じられたが、問題なのは、戦闘機そのものではなく、基地の場所だろう。F-35B ライトニング2戦闘機は、今後改修を行う護衛艦、いずも、加賀の艦載機として、日本も調達を行う機体であり、その役割は、尖閣諸島方面への進出を強める中国への抑止力となるものだ。そうした視点を抜きにして、ことさら F-35B ライトニング2戦闘機の存在そのものが問題であるかのような戦場的な報道を行うのは、
非常に危うい世論誘導の意図が透けて見えるようで、フェアではないと思える。ただし、今回取り上げられていた保育園は、2017年12月に、実際にアメリカ軍のヘリコプターの部品が落下し、幸いにして、負傷者は発生しなかったものの、建物の屋根を直撃する事故が発生している。また、その事故の直後にも、小学校の校庭に、今度は大型の輸送用ヘリコプターの窓枠が落下し、こちらも、幸いなことに負傷者は出なかったが、90センチ四方の大きさだったこともあり、非常に危険だった。こうした航空機からの落下事故の多発からは、やはりアメリカ軍の危機管理能力にも、明らかに問題が潜んでいると思われ、どれだけ対策しようとも事故は起きると考えれば普天間基地移設を急ぐべきだろう。ただ今回挙げた保育園の責任者の方は、2017年12月のヘリコプターの部品落下事故後にも普天間基地の撤去や移設を要求しているのではなく、アメリカ軍の飛行経路外の保育園上空の飛行中止を訴えている。この点を無視して、アメリカ軍航空機の存在自体が問題であるかのように、クローズアップした報道を行うメディアの姿勢にこそ、非常に問題があるのではないかと、個人的には感じてしまう。ちなみに、最近の2年間の沖縄でのアメリカ軍の事故件数は、2018年が48件、2019年が24件と、若干減少傾向にはあるものの、昨年でも月にならせば、平均で2件と、決して少なくない件数となっている。それでも、2004年の沖縄国際大学へのヘリコプター墜落事件以降、そこまで大規模な事故や負傷者がないこともあってか、現地の沖縄以外の報道で目にする機会は減少しているようにも見える。今では語られることも少なくなったが、1959年6月には、現在のうるま市の住宅街の小学校にアメリカ軍の戦闘機が墜落し、負傷者200名以上、死亡も19名を数える大事故が発生した過去もある。こうした点を考えると、これは沖縄の本土復帰以前の事故でもあり、当時の報道も限られていたのだと思えるが、やはり住宅の近隣にアメリカ軍基地を存続させることは改めるべきだと言えるだろう。昨年末の2019年には、種子島沖の無人島の馬毛島にアメリカ軍と自衛隊の共同基地を置くための契約が結ばれたが、こうした無人島にできる限りの基地を集約すべきではないかと思えてならない。